2023年どんな1年だったでしょうか振り返りを少し行ったりとかされると思うんですけれどもその振り返りの時にぜひやってほしいことがありまして何が言いたいかってできたことを話すのみんなやり方っていうのはねそんなに大事じゃないのあり方が大事なのと私は思っているのでこんにちは小地さやかです皆さんお元気にされてらっしゃいますでしょうか寒いっすねもう12月もあと数日で終わりになりますけれども 2023年年どんな1年だったでしょうかこれからまだまだ忙しいよとか大みそかまで仕事ですとかまだまだ今年の業務終わってないよとかね正月が稼ぎ時なんですっていう方もいらっしゃると思うんですけれども1年せっっかく終わってある意味では区切りじゃないですかでそういう時って人ってこう振り返りを少し行ったりとかされると思うんですけれどもその振り返りの時に是非やってほしいことがありまして。 今日は本業のコーチというアイデンティティィを持ったまままですすねお伝えしていいいきたたと思いますただ、えー、と振り返って何が課題で何ができてなくてだからこういうふうに目標を設計しましょうみたいなそういうガチガチのところは他の方もされてらっしゃいますしそういった本ってもう出てるので私の方では若干こう緩めにちょっとグラデーションのような振り返りのやり方っていうのをみんなでやっていけたらなと思ってこの動画を撮りました。 5つのステップっていうところでお伝えするんですけれどもその前にどんなあり方でやってほしいかを話したいんですね。で物事やるときにあり方から結果が変わることって結構あるんですよこれをやっていただければ別に私のこれからお話しする5ステップでやらなくても大丈夫です。やり方っていうのはねそんなに大事じゃないのあり方が大事なのと私は思っているのでどんなあり方ってね物事の振り返りをするときにやってほしいかってお話をしたいと思います。 まあ今、世界中がカオスにななってるじゃないですか。コロナで働き方も変わってきたしお金的なところもどんどん変わってきているし日本円の価値っていうのも数年前には予想してなかったことが起こってると思うし不安になろうと思えば不安材料はいくらでもあるっていうような世の中になってきてると思うんですけれども自分が満たされるとか豊かな気持ちになるっていうのは基本的にはこう受け取る力から感受性というか。 同じものを見て何をどこまで受け取れるかっていうのってとっても大事だと思っていてこれがその人の豊かさを決めていく部分があるんじゃないかなというふうに私は思ってますなのでここの受け取る力っていうのをみんなで伸ばしていきたい成功されてる方っていうのはこの力がとっても強いっていうのも思います何が受け取れてるか自分にがどう恵まれてるかっていうのを、ね、味わう力もやっぱり強いんですよねでそれをこう、 見てあの人はいいよねって思うかもしれないですけどそれってまず受け取れる力っていうのを育んでいくと受け取れるようになってくるんじゃないかというふうに私は思っているのでそれを入れ込みながらね振り返りをしてほしいんです何やりたいかってあるからやってほしいのこういうことがあったねこういう体験をしたねみたいな感じでやってほしいんですねこれね私たまにお客さんに説明するんですけど<っ>そう ううんはい、グラスに入ったミルク牛乳これ見て皆さん何を思いますかって話なんですけど物事を見る時に「僕まだこれぐらいしかやれてないんで」とか「憧れのあの人に届いていません」とか「社員全員と協力体制を作れてません」とか「まだビジョンっていうのを細か,かく語れません」とかねいろんなこと言われるんですけど。 でできてないこと話すんですんよ何が言いたいかってできてないこと話すのみんな。できてないことってないので話せないんですよ。っていうのをいつも聞くのねこれとっても大事だと思っていてこのコップに入ってる牛乳が8割入ってないんでとかまだコップいっぱいにできてないんでって話をされたとしてもいやいやいやじゃあ今何割入ってるんですかって聞いてみると意外にみんな何割入ってるか分かってなかったりするんですね。 この何割入ってるかわからないとさ憧れの先輩に近づいたって思える状態がどんなものなのかできてないんでって言われると何も見えないの人って何に対して今どこまでやってるのかなとかどこまでできてるのかなどんな体験がそこにはあるのかなってのを見てほしいんです今年もあんまり大したことできませんでしたとか今年はそんなに成果が出ませんでしたとか思ってるほど走れませんでしたとかねいろいろあると思うんですよ。 でそのないっていうのをできるだけニュートラルにもしくはあるに変えてほしいなっていうねでその意気込みを持ってやってほしいなっていうのが私からのメッセージですコップに満杯入ってないですこのグラスをしっかり使えてないですっていうお話じゃなくてコップにいっぱい入れられてないですっていうふうに思うんであればそこからは OK 入ってないんだねできてないんだねじゃあその上で 今じゃあ客観的に見た時にこのグラスの高さの中で何センチぐらい入ってるっていうねまずニュートラルにしてほしいんですよ。じゃあ憧れの先輩のようになるっていうところからどういうところまでその憧れの先輩に近づけるような声ができてますかって大事なこと言いますけど絶対ゼロじゃないんですよ。ゼロに従ってるのはないっていうことをモチベーションに頑張ってきた人だったりとか。 自分の謙遜だったりとか自己下だったりとか小さいっていうふうに思うことによって何か別の効力を得てる場合ってそういうふうにちっちゃくするんですけどゼロってないんですあるものとかできてることか寝てたとしても寝てるをやってるのではいなのでここに何があるかを見てほしいんですよこれにまずニュートラルにしてほしいですあることを別に自己効力感満載であるってやらなくていいんですね病気がちであんまり外に出れなくて 活動的に動けなかったなって思ってたら、じゃあお家にいるとき何してましたか。お家にいるときにたくさん今年はぼーっとできたなとか、人恋しくなったなとか、やっぱり友達って大事だなと思ったとかね。そういうことも、このある牛乳の中に入ってるんで、仕事で思うような成果が出せませんでしたって言っても、どんなトライはしたの。成果が出なかったトライだとしても、トライとして何をしたの。 例えば誰にどういうふうに話しかけてみたのとかねどういうふうに計画を立ててみたのとかやったことはあるはず何もしてないっていうのをちょっと大雑把に見すぎてるって私は思うのでこの入ってる牛乳をニュートラルに見つめるってことをやってみてそしてそれがあるんだな僕には私にはって思うところからさっき言うとその受け取るっていうね力が育まれるんじゃないかなと思ってます。 ななんんんかみんなね欠乏を前提ににすするることに慣れてるんですよ何々ができないとかこうするだけで何々ができるってなんかできないあなただからこれやりましょうみたいに言われてるじゃない。あと僕はどうしたことないんでみたいなのを言うことが日本社会って謙虚だなと思われたりとかと謙遜するみたいなことが美徳とされる世の中なんですけど本当の本当の内側では価値とか影響力っていうのをあるっていうふうに思って て欲しいんだけどそこら辺まで全部謙虚になっちゃってるなって思うのでそこを伝えたいなって言ってます小さく見せることが美徳っていうのはあると思うんですね所詮術としてもあると思いますだけど自分の内側までそれを持ち込む必要は全くないと思いますあとやっぱり大きな成果を出してる人たちってちゃんとレイヤーがあります所詮自分なんて自分大自然の中では自分をちっぽけですとかねお客様の前ではとかっていろいろあるけど ちゃんと自分はこういうことをやってきたんだって、これ両方持ってます、皆さん。なのでこ、こっち側を育む機会ってあんまりないでしょ。だから、それを育む機会に振り返りを持ってきてほしいなというふうに思います。ここまで話したのが一番大事なことです。自分がどんな体験をして、どんなことを感じて、そしてその影響がどんなふうに来たのか。もしくは、どんなことをやろうとして、どういう結果になったのかとかね。 その体験をあることとして感じてみてください。まあ感じたくない体験もあるんでしょうよ。でもそこをフラットにいけるようになると結構体験のより好みをしなくなるのであるがどんどん増えていくんですよね。それが豊かさにね本当はつながっていくんだけどね。そしてここから5つのステップで振り返りのやり方をお話しします。 これね、まあるを中心にして考える時にこういうやり方があるかなと思ってあの今回ご用意したものなんですけどご自身なりの振り返りの仕方がある方は是非それをやってくださいこれが一番いいですよってわけでもないので <laughs> またね来年には違うやり方があるなっていうふうにもう次のところでやりたいこともあるんですけどで一番最初のステップね術のステップの一番最初のステップまずセッティング そして実際に眺めるってことをしてもらいますそして三つ目が少し抽象度上げますそしてそこに意味付けをしますそして五つ目に断捨離と未来っていうところに持っていくものを決めてみるこれが五つのステップになります一個一個ね問いを立てていくので振り返りながら、まあ、画面止め,止めてもらってもいいですし一回見てからメモって自分のところに持って帰ってやっていただくのもいいかなと思いますじゃあまずセッティングです フィィッティングツーステッパーですけど、一番最初に振り返りに使うものは決めてみてください。手帳だったり、Google カレンダーだったり、あと仕事で使ってるカレンダーとかね、まあ、プライベートのこと書いてないから、これやだなって思うかもしれないんですけど、それにひもづいて思い出すこともできるので、自分のスケジュールをたくさん書いているカレンダー、もしくは写真フォルダですね。携帯でたくさん写真を撮る癖がある方は、それなどで。振り返りに使いたいツールっていうのをまずご用意ください。 セッティングの中のステップ2。今振り返りたいジャンルっていうのをなんとなく決めておくってことです。人生の8分野。1、仕事。2、人間関係。3番目、健康。で4番目、時間。時間どう使うかってところ。そして5番目、財政の、まあ、お金ねで。6つ目が能力開発とか学び。そして7つ目、精神、感情、つながりみたいなものだったり。感じたこととか自分の状態ね。 で8つ目が環境、まあ、どんな中にいたのかこの8つの中で全部を振り返るのもいいと思うし仕事と人間関係からやろうかなとかあとは環境と人間関係やろうかなとか健康と時間やろうかなっていういろんな彩りがあると思うんですけれどもこれだけのジャンルがあるんだなって頭に入れながらちょっと見ていってください。で次実際に眺めるあったことを書き出すのもいいと思いますし 少しイメージすするのもいいいと思います1年12ヶ月なので1ヶ月を例えば3分でやると,やると、まあ、36分か、うん、30分強ぐらい、まあ、でもざーっと見ながら何があったなーとかこういうこと感じたなーみたいな感じでこうスクロールして感じたりとかしてみてください1ヶ月ごとにやるのもいいと思いますしシーズナリー、まあ、1月3月4月6月7月9月10月12月っていうシーズナリーにするのもいいと思います で、気づいいいいいたたこととをメメモモったり、もう自分にしかかわんないメモでいいと思います。あと感じたことをこう声に出してみたり録音したりねするのもいいかなというふうに思いますそしてステップの3つ目抽象度を上げるですねいろいろやったことあると思うんですよそれにいろいろ感じたこともたくさんあると思うんですそれをあえて色にするとどんな色ですかそこに BGM が流れてたとしたらどんな BGM だったと思いますもしくはタイトルをつけるとするとみたいなことでもいいかもしれない これなんでやってるかっていうとそこを改めて感じないとねできない答えなんですよ答えるのって難しいのねなので改めて味わいながら少し抽象度を上げてリフレーニングしていくそして4番目「その心はご自身なりの答えを見つけてきてください」 そして最後の質問になります。これを踏まえて、2023年で売買したいこと、そして2024年に持っていきたいもの、この2つ考えてみてください。クライアントさんによっては、毎年、名前をつけてらっしゃる方もいらっしゃいます。で、私も結構ね、テーマをね、決めたりしています。なんか、来年はキラキラとか、ピカピカとかね、で決めた年もあったような気がします。 自分のやりたいやり方でね、やっていただけたらいいかなというふうに思うんですけれども、今年も豊かだったなと思って、2023年の終わりを迎えられたらいいなと思いますより多くの人がね。なんか人間の感情ってやっぱり日々起こることに流されるので、そして別になんもなかったなとかって一瞬思ったんですけど、いや、待てよと、スケジュール帳を見たら、あ、アメリカ行ったわとか、あ、YouTube 頑張ったわみたいなことを思い出すわけですよ。 不思議でしょこんなにやってるのに忘れたりするんですよねなのでねこういう自分が使ってるツールを使ってね見るとねいいかなというふうに思いますそれであるから振り返ってみるある前提で振り返るってことを考えた時にねちょっとねこういうやり方をしましたこれあのビジョンマップとかビジョンボードとか言われるもので自分のありたい姿みたいなのをビジュアルをこう重ね合わせていって ビジョンを作っってていくくやり方なんんでですすけど本来来は将来を描くために使うんですねデザイナーさんとかに関わるお仕事をやられてると分かると思うんですけど何かロボとかプロダクトのデザインを考えるときってこういうふうにパーっていろんなデザイン並べてどれに近いかなとかロボのときとかもやるんですよね。でそれに近くてビジュアルで見ていくっていうやり方があるなと思って私今回振り返りにちょっと自分が集めてた こういういデータがあっったたのでで作ってみたんですよめちゃくちゃゃく良かったななんかないなとかこれがこれでつながってなくてとかってなんか文脈を人間探しちゃうところがないんですよ。あ私ライブ行ったわとかねあなんかいいホテル泊まらせてもらったわとかねなんか YouTube 頑張ったわみたいなことを思い出すのよ。なので実はこのビジュアルで振り返るってありだなと思っててなんかお届けできるタイミングができたら販売しようかなってちょっと思ったりもしました。 これ2023年さ、これ、クジラのスケジュール帳を買ったんですけど、<laughs> なぜかというと、2023が始まる前、私、クジラをどうしても見たいなと思ってて、クジラに会えたらいいなって、ふわって思ってたんだけど、結局ね、2月にね、いろいろあったけど、行きましたね、沖永ラブ島に。そして、クジラに会うことができました。はい、そういうふうになんか、今年これ体験したいな、みたいなものをモチーフにしたね、スケジュール帳を買ってみたりとかね。 デスクトップにしたりっていうのも、結構いいかなと思います。忘れないからね。はい、実際、私はクジラが見れました。もう二千二十三年はお世話になってばっかりで、これからもよろしくお願いします。結局ね、好き勝手やらせていただいてます。けれども、続く理由は、コメントといいねとか、登録者数の伸びなんですよね。 これをね私は体験をもってして感じました自分が好きなことをやってるだけではいけない時がやっぱりあるので受け取ってもらえてる何かしらのねことを受け取ってもらえてるってことを感じることがとっても自分にとってパワーになるんだなっていうことを勉強させてもらった場がこの YouTube の場でした見ていただいて本当にありがとうございますでは2023年も大変お世話になりました どうぞ良いよお年をお迎えくださいませコーチサヤカでした